クリームとストロベリーで飾り付けられたパブロバパブロバはオーストラリアまたはニュージーランドが起源とされる菓子である一般的な製法は焼いたメレンゲをベースにしてホイップした生クリームを詰め様々なフルーツを飾り付けたものであるその名称はロシアのバレエダンサーアンナパブロワに由来すると伝わるパブロバは大きく広がるメレンゲと色とりどりに飾られるフルーツなどの見た目から バレリーナの衣装である父のイメージを想起させる。パブロバにはいくつかのレシピが伝わっているが、一般的な製法は焼いたメレンゲをベースにして、ホイップした生クリームを詰め、様々なフルーツなどを飾り付けたものである。ベースとなるメレンゲは、卵白とクラニュー糖をボールの中で湯煎しながら泡立てて作る。その中に酢、またはワインビネガー、粉砂糖、コーンスターチをに。 三回に分けて加えて、さらにメレンゲをしっかりとさせ、セルクルに詰めて、すり切りにする。この中央部分をスプーンなどでくり抜き、くぼみを作る。その後セルクルから外して、オーブンで焼く。焼き上がったメレンゲを、ゆっくりと冷ましてから、フィリングを用意する。生クリームに、グラニュー糖を加え、氷水で冷やしながら7分たてに泡立てる。泡立てた生クリームを、 メレンゲのくぼみに詰め、季節のフルーツやミントリーフなどを飾り付ける。パブロバのベースとなるメレンゲには、通常のものと異なって、少量の酢もしくはワインビネガーを加えるのが特徴である。酢がもたらす効果によって、口にした時にかすかに酸味と香味が感じられる。さらに、粉砂糖とともに加えられるコーンスターチには、泡立てたメレンゲに粘性を持たせて、 しっかりした状態を保つ効果がある。パブロバのレシピは小麦粉やバターを使わないため一般的なケーキ類に比べて低カロリーである。さらに入手しやすい材料が多く材料のコストも安く抑えられる利点もある。パブロバは華やかな見た目と軽やかな食感で広く好まれている。品種の白鳥を踊るアンナパブロはこの歌詞について 名前の由来は20世紀初頭に活躍したロシアのバレエダンサー、アンナ・パブロワとされる。パブロワは世界各地で公演を行った最初のバレエダンサーとして知られる。1926年、公演旅行で滞在したオーストラリアでこの菓子を食べたと言われるが、同じ1926年、ニュージーランドのウェディントンのホテルで初めて口にしたという説もある。パブロワとこの菓子には、 次のようなエピソードが伝わっている。滞在先のホテルで何か美味しいお菓子が食べたいとオーダーした彼女にかしこまりましたと出されたのが後にパブロバと呼ばれるようになるこの歌詞であった。ただしこのエピソードについては正法上手間も時間もかかることからオーダーしてすぐに出せるものではないために疑問視する向きもある。パブロバの起源についてはすでに述べた通り オーストラリアとニュージーランドがそれぞれ元祖を主張していた。パブロワが1926年に公園旅行で両国を訪問していたのは事実であったが決定的な証拠がなかなか見つからずに論争が長年にわたって続いていた。両国の論争に一石を投じたのはオックスフォード英語辞典の改訂版による記載だった。その記載によれば元々のパブロワは 色付けしたゼリーを何層にも重ねて固めたバレリーナの中に似せたデザートで後にメレンゲにホイップクリームとフルーツを詰めたデザートに変化したというこのレシピはニュージーランドのデイビス・デインティ・ディッシュというゼラチンメーカーが1927年に発行した料理書に載っているもので発祥はニュージーランドとされた2015年になって ニュージーランドの芸術史家とオーストラリアのプロダクション、会社経営者がニュージーランド発祥の結論にことを唱えた。二人は二年近くを費やして多数の料理本やニュースなどを丹念に調査した。その結果、二人はパブロバの発祥地はアメリカとイギリスの両国であるという結論に達した。1901年から1926年にかけて、 パブロバのようにメレンゲを使ったケーキのレシピが150以上見つかり、そのほとんどのものがアメリカ発祥だったという。調査の過程でパブロバの名を使った最古のレシピは、やはりニュージーランドで出版されていたことも判明した。ただし、このパブロバはベリーやラズベリーを使ったジェラートで、しかも年代がパブロバが両国を訪れるより15年前の1911年のものであった。 オーストラリアとニュージーランドではパブロバがデザートとして広く親しまれている。スーパーマーケットではすでに焼き上がったメレンゲが販売されているため、それを使って各家庭が思い思いのパブロバを作って楽しんでいる。南半球では夏季にクリスマスが祝われるため、クリスマスケーキとしても人気がある。パブロバはイギリスにも伝わり、デザートとしてポピュラーなものとなった。 オーストラリアとニュージーランドの菓子や料理はイギリス起源のものが多いがパブロバはその逆ケースである。フォークランド諸島では鶏卵の代わりにペンギンの卵を使ったパブロバのレシピがある。20世紀に交通や輸送の状況が改善されるまでフォークランド諸島ではペンギンなどの野鳥の卵は貴重なタンパク源であった。これらの卵を夏の繁殖期の間に採集し、 料理やデザートに使ったという。ペンギン卵のパブロバで使われたのは、その大きさから、ジェンツーペンギンのものと推定されている。文献によっては、あんなパブロバがこの菓子を食べた時期を、1935年と記述しているが、これは誤り。ペンギンの卵は、1個につき鶏卵2個分に、相当する。ありがとうございます。